三匹獅子舞は、関東地方を中心とした東日本に広く分布する、数と立ちの三人一組からなる、獅子舞であり、一人立三匹獅子舞、三頭獅子舞などということもある。忍とささらが伴奏につき、獅子は腹にくくりつけた太鼓を打ちながら舞う。中には、天狗、カッパ、猿、太夫、カ主、ヌ中立ちといった同契約がいるものもある。 地域の神社の祭礼として、五穀法上、防災、雨乞いなどの祈願や、感謝のために行われるものが多い。地元の人たちは、獅子、獅子舞、ら獅子舞、あるいは単に、さらなどと呼んでいたりする。正月に見る、獅子舞や神楽での一般的な獅子舞、いわゆる古代に、外来からの影響を外する儀学系の獅子舞とは、系統をことにする中世。 近世に発達した風流系の獅子舞である。市街部の多くのう子に支えられた神社の祭礼とは違い、村祭り的な小規模な祭礼に行われるものがほとんどで、地元をじ子以外には認知度も低く、後継者難は深刻である。古来、伝承者を農家の長男に限定しているところが多く、これは本来はその土地を離れる心配のないものを選び、 伝承を安定させる目的があったものとされている。しかし現代においてもこの条件を堅くクに守り、舞が耐えてしまったところも多い。反対に、そのような条件にこだわらず、地元の小中学校の児童生徒にまで教えているところもある。田場山祇園祭りささらし姉妹の模様下、福田のささらし姉妹。ありがとうございます。